折り紙一枚でこの鶴のこの部分が鶴の形になるポチ袋、お年玉袋の折り方の説明をします。折り紙を一枚用意します。鶴の部分のにしたい色を上にして折り始めてください。今回は反対にして鶴の部分がオレンジになるように折っていきます。鶴の部分をオレンジにしたいのでオレンジの部分を上にします。そして三角に半分に折ります。一度開いて反対側も三角に半分に折ります。開いて次は四角に半分に折ります。開いてさらに反対側も四角に半分に折ります。開いてこの向きに置き、真ん中に向かってこのように折ります。反対側もこのように折ってください。この形になったらこの線をこの真ん中に行くように折ってください。その時にここの真ん中の点がこういうふうにずれていかないように押さえながら折ってください。反対側も折ります。で、一度開きます。そして今つけた折り線に合わせて1回2回と折ります。こちら側も同じように折り筋に合わせて1回2回と折ります。そして次はこの点をこの真ん中に来るように折ります。反対側も同じように折ります。開きます。次はこの辺をここの辺に合うようにこのように折ります。この辺をこの斜めの線に合うようにこのように折ります。この時この辺がここの線、ここの辺がここの線に合うようになります。開きます。反対側も折ります。この辺がここの辺に合うようにこのように折ります。開きます。こことここにすでに折り線がついているんですけども、今これが谷折りの状態になっているのでこの部分を外側に折り筋をつけ直します。このようにつけてください。一度ここまで折ってからこの部分を折り筋をつけ直してください。そしてこの形に
戻し、下の部分をこのように広げます。もう一度します。この形にして、下の部分を今つけたこの折り筋に合わせてこのように広げて倒します。そして次はこことここに折り筋をつけます。ここに三角があるんですけども、ここに合わせてこのようにこのように折り筋をつけます。そしてこのように倒します。そしてこの部分をまずこの線に合わせて折り筋をこうつけていって、ここを押さえながらこのようにこの線をつけていきます。そしてこの状態から左右を下へこう持っていって、これをこのまま手前に倒します。その時に注意するのが、ここのさっきつけた折り筋をこのように合わせて、ここに合わせた部分とここの部分を重なるようにしっかりと持って、このように潰していきます。この部分をしっかり合わせることで、このつるの部分がきれいに仕上がります。そして一度これをこちら側に倒して戻します。で、次は今つけた折り筋に合わせてこのように折っていきます。向かい側も同じように折ります。そして少しだけここの折り筋をこういう感じで本当に少しだけつけてください。そして広げて、上の1枚だけをめくり、つるを折る要領でこのように折り線に合わせて折っていってください。そしてこの真ん中に向かって折っていきます。向かい側も同じようにこのように折ります。つるらしくなってきました。そしてこの部分を折ります。こことここがひっつくようにこのように折ってください。こちら側も同じようにこことここが合うように折ります。で、一度戻します。そしてこの部分を中折り、この部分を折ります。開いて、左側を開いて、今折った折り筋に合わせてこのようにして、この部分を手前に倒して、このように潰して折っていきます。開いて、折り筋に合わせて倒し、この部分を中にギュッと折っていって、ここを手前に倒します。で、その倒した
上がれでそのままスッと折っていくとこのようになります。ここ高さが違うのが気になるのでちょっと直します。これはここの部分がずれているために高さが違うのでもう一度よいしょギュッと折って戻して開きこう折ってここを手前に倒していくと高さが揃いました。で最後頭の部分ですけども頭の部分になる部分をこのまま手前に倒します。で一度開きこのようになります。もう一度します。頭になる部分を折り戻してこの部分を開いて中に折っていきます。そしてこれも上に倒していくとこのように頭の部分になります。で最後ここの折り線がついている部分に合わせ手前に折りこの先を羽の下へ入れると完成です。お年玉などこの部分に入れて蓋をして羽でこう留めて渡すっていう形になります。これで鶴のポチ袋お年玉袋の完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。